年明けも実施するとしていた全国旅行支援について、斉藤国土交通大臣は来月10日から始めると発表しました。全国旅行支援は年末年始は対象外のため、年内は27日の宿泊分までとなっていて、年明けについては成人の日の連休明けの来月10日から始まることになりました。ただ、新型コロナで新たな行動制限が必要となっていない場合としています。割引率は現在の 40% から 20% に引き下げられ、割引の上限額は交通と宿泊がセットになった商品で1人1泊8000円が5000円に変更されます。宿泊のみと日帰り旅行も5000円から3000円に引き下げられます。